ちょっと興奮しちゃって、ゲームの中の宿屋で本当に寝るなんてやったことなかったんだ。お兄ちゃんたちはこの世界でずっと生活を送ってきていたんだよね。なんていうのかな、 ALO とは町の人たちの空気が全然違う。生活感があるっていうか、ログアウトしないでゲームの中で暮らすってこういうことなんだって感じ。攻略組プレイヤーに名を連ねる最強の戦士、黒の剣士として、なんかお兄ちゃんとは思えないな。ううん、嬉しいの。ゲームの中とはいえ、お兄ちゃんがまた剣を握ってくれてて。ふん、こう見えても去年の全国大会でベスト8に入ったんだよ。高校だってそれで推薦もらったんだから。うん、今でもまだニュースで取り上げられてるよ。何人もの研究者さんがナーブギアの解析を試みているそうなんだけど、やっぱり分解したりするのは無理みたい。あ、うん、そうだよね。このゲームの中にいたら実際に被害があるのかなんてわからないもんね。うん、安心して、すっごく元気だよ。仕事で忙しくても時間を見つけてはお兄ちゃんのお見舞いに来てたんだから。当然だよ、お母さんも私もずっと心配してたんだからね。そばにいるのに、触れることだってできるのに、お兄ちゃんはそこにはいなくて。だからね、なんか夢みたいなの、お兄ちゃんとこうしてまた話せるなんて。お兄ちゃん、他のゲームで遊んでたら突然。お兄ちゃんは何でもお見通しか。このアバターが ALO のものなのは本当。でもきっかけがないっていうのは嘘。私、ナーブギアを使ったの。友達が隠し持ってたナーブギアを借りて。そして、SAO にログインしたの。
違う、好奇心なんかじゃないよ、好奇心なんかじゃないよ。だって私だって当事者だもん。お兄ちゃんの妹なんだから。私悲しかったんだよ。目を覚まさないお兄ちゃんを見てて泣いてたの。他の病室の SAO プレイヤーは一人ずつ亡くなっていって、次はお兄ちゃんの番じゃないかって。病室のドアを開けるのがいつも怖かった。私たちは家族なのに、一緒にいるのが当たり前なのに、私何もできなかった。ただお兄ちゃんのそばで怯えてることしかできなかったの。そんな生活耐えられると思う？だから私SAO に来たの。お兄ちゃんともう一度話すために、お兄ちゃんの力になるために。大切なものをもう二度と手放さないために。これからは一緒にいてくれるよね。私を置いてどこかに行っちゃったりしないよね。ごめん、困らせちゃってるよね。わがままだよね、私。兄ちゃん、あのね、もう一個だけわがまま言ってもいい？もう少しだけこうしていちゃダメかな？今日だけだよ。お兄ちゃんは知らないでしょうけど、向こうの私はもう立派な大人なんだから。言ったけど、それはさすがに。お兄ちゃんの手あったかい。昔と同じこの布団、お兄ちゃんの匂いがするかも。なんでもない。明日からお兄ちゃんと一緒に頑張れるんだよね。見てるだけじゃなくて一緒に。
キリト、今リーファとシノンにアインクラッドのことを教えてあげているところなのよ。で、アインクラッドでの食べ物は脂肪にはならないというわけ。それでいくら食べても太らないと。ダイエットにはもってこいだよね。食べ物も大事な話の一つだよ。この世界の数少ない楽しみの一つなんでしょ。食べ物の種類は少し不足気味だけど、それでも美味しい食べ物はいっぱいあるわ。料理スキルを上げてる人に食材を渡してオリジナルの料理を作ってもらうのもいいですよね。 NPC の店で売ってない味は貴重ですもん。料理なら私に任せてね。どんな食材でも美味しく調理してあげる。それはちょっと楽しみかも。でも下の層にも行ければもっといろんな食材とか集まるんだけどね。どうせこの世界に来たんだったら下の方もどんなところなのか知りたかったな。上の層にも美味しい食べ物はきっとたくさんありますよ。待って、私が食べ物だけを楽しみにしてるみたいに聞こえる。違います。でも下の層か、いいところもいっぱいあったわよね。キリトさんと行った47層は花がいっぱいでとても綺麗でした。それって61層のセルムブルグのことだね。私の家があったところだよ。あそこは楽しめそうな場所なんかないんじゃない？ちょっと治安が悪そうだし。でも治安が悪いって言っても街の中は安全だって言ってなかった？街の中はアンチクリミナルコード有効圏内、通称圏内って言って、他のプレイヤーを傷つけたりはシステム的に不可能なんだけど、それでも抜け道があったりするの。例えば
寝ている人の手を操ってアイテムを勝手にトレードしちゃったりだとか。もっとひどい話だと、勝手に完全決着デュエルを申し込んで寝ている相手を殺すなんてこともできるの。なるほどね。人間がやることなんてどこも同じってことね。まあそんなことするのは一部の人間だけよ。もちろん用心はしないといけないけど、ずっと気を張り詰めていても目いっちゃうだけだしね。これから先にも楽しいことなんかがたっぷりあるわよ。そうですね、楽しめるところは楽しんでいきましょう。まずは料理かしらね。いいわよ、この世界のいいところを存分に味わわせてあげるわ。変な顔しているのよ。状態異常系の毒物なんて入れてないわよ。だったら何を。手伝ってもらうんだからこれくらいのもてなしは当然よ。ただし今日はお茶の分まで働いてもらうからね。なんでもない、ただね、こんな毎日も楽しいなって思っただけ。それじゃあ改めてスキル上げに付き合ってもらうわよ。今日は結構手応えありって感じね。でもまだまだね。今作ったこの武器も以前の私なら売り物にしないレベル。この武器を使いたい？命のかかった戦いの時に？でしょ？だからまだまだなの。私はキリトの剣を作りたいのよ。そのレベルに達するまで頑張らないと。上がれば攻略も進みやすくなるでしょ。結果的にアインクラッドのみんなのためになるってわけよ。
そうそう、しっかり手伝い頼むわよ。とは言ったものの、今日はこのくらいにして仕事に戻らないと。続きはまたの機会にしましょう。またちゃんと来てよね。うん、またね、キリト。